自動車の整備工場が今ある影響を受けています。現場はどうなっているのか、そして背景に何があるのか調査しました。事故などで自動車が傷ついたりへこんだりしてしまった、そんな時変形した部分を元の形に戻す作業が板金です。しかし業者は、車の需要というのがかなり今厳しい状態に、特に板金等とは厳しい状態になってきております。やっぱり仕事としては年々減少している傾向にあるのではないかなと思います。今日の特捜Qチームは、車の板金業者が苦境に。そこには2つの訳が。北九州市八幡西区にある車の整備や販売などを手掛ける企業です。車に関する事業の中で板金関係の売り上げが大きく減ったといいます。いや、もう数字言いたくないぐらいの数字なんですけど、もう半分以下といっても過言じゃないような売り上げの低下でございました。会社を立ち上げ20年の坂本さん、板金の仕事が減った理由の一つを挙げました。車の先端技術がかなり進んでいること。先端技術？自動車メーカー各社は衝突被害軽減ブレーキの導入を進めています。スバルの調査によりますと、装置を搭載しているスバル車1万台あたりの追突事故は、搭載していない車より84% 少ないことが分かりました。普及が進んだことに伴って、数年前から板金塗装の件数も減少しています。そこで坂本さんが4年前に始めたのが、車体のコーティング業です。店でもコーティングをするほか、ユーザーが自分で作業できるよう商品の通販もしています。お客様購入されて自宅でご自分でガラスコーティングとかセラミックコーティングができるという商材になります。で、中にはこういった機械ですね、機械をバフがけっていうんですけど、機械をかけてご自分で下地を作って上にコーティングを施すと。水はじきの違いは歴然。店に頼んだ場合は1回およそ30万円かかりますが、効果は半年近く続くため予約が殺到しているそうです。ちょっと膨らんでるとこ、はい。さらに自分で作業する客には坂本さんがオンラインでアドバイスをします。コーティング関連が大きく伸びたことで、この1年間の会社全体の売り上げが過去最高を記録しました。板金の仕事が減る中、新たに始めた事業がビジネスの広がりにもつながっているといいます。洗車をしてきれいにしたいというユーザーさん、もちろん車が大好きなので傷がここついたよねというご相談とか、娘が息子がお姉ちゃんがお兄ちゃんがっていうのに車の買い替えのご相談とかにも今かなりつながっております。少子高齢化など社会の変化、そして安全装備の普及による事故の減少、関連業者への影響が広がりつつあります。全国的に見ると倒産は増えて、徐々に増えていっていると。倒産には現れない廃業ですね、廃業というのがかなり小規模零細企業の廃業というのがですね、かなり多く隠れていると、まあ、そういうふうに分析しておりますね。さらにコロナ禍の外出自粛が追い打ちをかけているといいます。遠出のドライブをされる方が大きく減少していると、まあ、そういう中でこう事故に遭う機会も少ないと。一方、今年からユニークな取り組みを始めた店があります。北九州市門司区の自動車工場、板金だけでなく新車・中古車の販売など地域密着に力を入れ、創業から53年を迎えます。
しかし、やっぱり2割から3割は減少してるんじゃないでしょうかね。やっぱり将来のことを考えるとですね、非常に大きな危機感を持ってますね。そこで上野さんが今年1月に始めたのはピンク色のたこ焼き作り。色付けに使っているのは紫がないもなどで、食感の良さも特徴だそうです。畑違いのたこ焼き作り、しかし売り上げを補うためだけではありません。地域の方と接点を持って新規のお客様を獲得するために、こういった取り組みをしております。狙いは接点の少なかった新規の若い客です。インスタグラムはたこ焼きの珍しい色合いも受けてフォロワーが500人以上。さらにメンバー登録すると1パック500円のたこ焼きが無料になるほか、店で車検を受けるとたこ焼き10パックをもらえるサービスも。本業の新しい客の獲得にも効果を上げているといいます。いろんなことしてるんだなと思いますね。やっぱり食い寄せとか結構頑張ってるなと思いますね。普通にたこ焼きが美味しいことも紹介したりするんですけど、私が前に車をここでは車検を受けたことがあって、その時にすごく丁寧にしてもらったので、それもあるので、ちょっと紹介がてらという感じで利用してます。たこ焼きの売り上げはまだ少なく、設備の投資額およそ500万円を回収するのは難しいといいますが、近い将来を見据えています。北九州はですね、特に高齢化が進んでおりますので、若い方の獲得であるとかですね、高齢者の方が安心して、自動車に乗っていただくための役に立てればいいなというふうに思っております。たこ焼きは堤さん驚きですね。本当ですね、はい。いろんなことをやっぱり考えられるんですね、はい。で事故が減ることっていうのは大歓迎ですけど、バンキー業者は影響を受けていると。で福岡県内でも廃業した店舗が複数あるっていう、会社が複数あるという話も出てましたね。そうですね、やっぱり背景にあるのはですね、その自動車保有台数が減っている、それからその若者の車離れ、こういったことがあると思うんですね。それにしてもやっぱり驚いたのはですね、その衝突被害軽減ブレーキ、これの影響でその板金業者さんの受注が減っていると、これは驚きました。そうですね。そしてこちらのデータもご覧ください。交通事故の発生件数というのは減っています。これも影響しているということなんですけども、2001年が95万万件年間で交通事故が全国で発生していました。ただ去年は30万件ほどということで、20年間で3分の1に減っているということなんです。こうなると板金塗装業者にもおのずと受注が減りますので、堤さん、さらにここから自動ブレーキの話も出てきて、その動きが加速するとなると、ますます厳しくなるような感じがしますね。そうですね、現実にはですね、その自動車メーカーはその自動運転技術を開発するのにしのぎを削っているわけですよね。ですから今後その自動ブレーキといったその技術もますます普及してくると思います。で、その自動車関連産業というのはですね、今その脱炭素で EV 電気自動車にこう切り替えが進むとかですね、そういった流れもあって非常にその構造が大きく変わろうとしています。で一方でその自動車関連産業、とてもその裾野が広くてですね、下請けの会社なんかも多いので、やっぱりいろんな影響がこれからますます出てくると思いますね。市場の縮小だ、後継者不在というのは他の産業でも同じ課題に直面してますよね。ですからそれだけにですね、先ほどのそのコーティングに力を入れるとか、たこ焼きを始めてお客さんとの、その接点を増やすとか、いろんな工夫が求められますね、はい。では今日のまとめに参ります。はい、車の板金業者が苦境に、その2つの理由がこちらです。衝突被害軽減ブレーキなどの普及、そして外出自粛によって衝突事故が減ったということでした。